リース・ウィリアムズはオーストラリアパース出身の同国代表のサッカー選手。アルカディシャ FC 所属。ポジションは DEF、MF。地元パースにあるエキュジューンダラップ SC の下部組織でキャリアを始めた。2004年 AIS が開催する発掘プログラムのナショナルタレント・アイデンティフィケーション・チャンピオンシップに U-16 に西オーストラリア州として出場し、 3ゴールを決めチームの準決勝進出に貢献。この大会終了後にアストンベラ FC、レスターシティ FC、ミドルズブラ FC などのトライアルに参加するためにイングランドへ渡った。2005年、最終的にプレミアリーグに所属するミドルズブラの下部組織に3年契約で入団。幾度か負傷に見舞われたものの2007年7月にトップチームとプロ契約を結んだ。 2009年1月、クラブと2年契約を延長したその日に、チャンピオンシップのバーンディー FC へのローン移籍にサインした。加入後すぐさま右サイドバックの位置でレギュラーを勝ち取ると、チームのプレイオフ進出に貢献。バーンディー側は、ローン延長を望むも失敗したため、プレイオフを戦うことなく、ミドルズブラに復帰した。2009から10シーズンへ向けた。 プレシーズンマッチで5試合4ゴールというプレーを見せると、ガレス・サウスゲート監督によって、シェフィールド・ユナイテッド FC との開幕戦で、セントラルミッドフィールダーとして、先発起用された。2009年9月26日、2から2と引き分けた、コベントリーシティ FC 戦で、初ゴールを決めた。2010年2月21日、ローン復帰後のプレーが認められ、契約を3年半、延長した。 2010から11シーズンは、以前から続く腰の問題から、出場機会は大幅に減少し、2010FIFA ワールドカップのメンバーからも落選した。シーズン終盤になると、リハビリから復帰し、12試合出場した中で、マン・オブ・ザ・マッチに6度選ばれる活躍を見せた。その後も好調なプレーを続け、ボルトン・ワンダラーズ FC、ニューカッスル・ユナイテッド FC、 ウエストブロムウィッチ・アルビオン FC、リバプール FC と、プレミアリーグの複数のクラブが関心を寄せたことで、夏に対談することが推測されたが、2012年1月に2016年まで契約を延長した。サポーターからの指示を得て、トニー・モーブレイ監督の下で2012年8月9日から、キャプテンマークを巻くことになった。2016年4月20日、 パースグローリー FC に移籍した。翌シーズンよりメルボルンビクトリー FC と2年契約を締結。レギュラーとして公式戦32試合に出場し、加入者年度で A リーグの年間ベストイレブンに選出された。インドのムンバイ出身の母親とイングランドのケント出身の父親の下で生まれる。双子の弟のライアン・ウィリアムズとアリーンもサッカー選手で、 フラム FC とバーンディー FC の下部組織に所属している。オーストラリア、イングランド、インド、ウェールズと4カ国の代表でプレーできる立場にいた。2009年5月、それまで U-21 ウェールズ代表として何度もプレーしていたが、A 代表は生まれ育ったオーストラリアを選ぶことを決意。翌月には 2010FIFA ワールドカップ。 アジア予選に向け初招集され、17日のメルボルンクリケットグラウンドで行われた日本戦でオーストラリア代表としてデビューした。2010年5月、2010FIFA ワールドカップに向けた30名の候補に名を連ねていたが、クラブでの負傷により最終的メンバーから落選した。二千十一年六月五日のアデレード・オーバルで三から零と勝利したニュージーランド戦と、 7日のシティオブ、マンチェスタースタジアムで0から0と引き分けたセルビア戦でそれぞれ途中出場の形で復帰した。ありがとうございます。